にちは。今日は大岩神社についてお願いします。はい、お願いします。大岩神社さんは日立最古の霊山って呼ばれる大岩山のふもとにある神社さんです。山の中、そうですね、山を登って結構拝殿に行くまで、ちょっと道のりが他の神社さんと比べると長いかもしれないですね。長いですね。登って登って、やっと拝殿があります、軽装でも5分ぐらいは歩きますよね。かかるかもしれないですね。新郎新婦さんは着物を着てゆっくり登っていくので、かなりお祝い神社の魅力の部分ではあるんですけど、結構橋2か所ぐらいちょっと渡るのでもね、なんかほんと鳥居をくぐると空気が変わりません？すごいなんか凛とした空気じゃないんですけど、本当にパワースポット、日本最強のパワースポットって言われてるんですけど、それを感じながらゆっくり拝殿に進んでいただくって考えると魅力的ですね。そうですね、はい、パワースポットでも有名な神社さんですけど、188の神々が宿っていると言われてるので、どういうことなんだろうっていうぐらい多いですね。想像もつかないぐらい、すごい神様が多いので、学業だったりとか、仕事のことだったりとか、恋愛だったりとか、すべての神様が宿っているとも言われているので、188のやっぱり神様がいるので今神社さんに行けば、いろんなお願い事ができますね。はい、あとは三本杉も有名じゃないですか。私、今年の年始、初詣で三本杉の前でお写真撮ってきましたよ。三本杉、樹齢600年ほどになるので、かなり、全部入りました写真。入りません。50メートルぐらい下からね。もうなんか感じ撮んないとね。うちのカメラマンが望遠で一番下に寝転がって撮ろうとしても入らないぐらい高いみたいですね。確かに。気になる方はぜひ実際に大岩神社さんに行ってみてください。結構鳥居入ってすぐに見えるのが三本杉なので、一目見てわかりますね。あとは山登りがてら。はい、杉さんもいいですね。はい、私も登りました。初心者でも登りやすいですか？登りやすいです。ただやっぱこうスニーカーというか、ちゃんと装備はしてた方が、杖借りれましたもんね。確か借りれた方が、借りれたか、機会があれば私も行ってみようと思います。はい、はい、登るかな。いや、あと何年後になるかわからないですけど行ってみます。はい、それではまた。